泉桂木野山は大阪府と和歌山県の境にある標高858メートルの山。泉山脈を構成する数峰。桂木野連邦の中心として昔から親しまれている山である。1996年10月2日に泉山脈一帯が今後伊駒木泉国定公園に編入された。泉桂木野山は 古くから信仰との関わりの深い山である。山頂には、八大龍王社と呼ばれる神社が二つ座している。片方の大阪側の神社は、正式には、高尾の五二柱で大となる。有力天皇21年、王東が、越前国の日の、明日は、国龍の三大河の治水の大工事を行われる時に、北国無双の暴れ大河であった、国龍川の春後と、 国家沈五産業交流を願って、こちらの御二柱をお祭りされた記録がある。そのすぐ南の奇襲側に背中を合わせるように座しているのが正式な八大竜王者である。類似した造りの石像の宝殿が鎮座しているが、これは主元道のカツ二十八宿のうちの竜の宿における峰の竜王を祀ったものである。山頂北側の斜面に、 ブナの天然林が広がっている。ブナは本来冷量な気候帯で生育するが、ここのブナ林は生育の難原に近く、この井戸では普通1000メートルを超えないと見られないブナ林がまとまって見られること、さらに八大流王者の車有林として伐採を禁じられていたため、奇跡的に残っていたという理由で、1923年に国の天然記念物に指定されている。 山頂には展望台があり、そこから大阪平野、木の川市山麓が一望できる。夜になると、関西国際空港が輝いて見える。また、天体観測などにも適していると言われている。ハイキングコースも整備されていて、岸和田市には二つのハイキングコースが用意されている。牛滝山から登る場合は、お地蔵山コース、桃源地区から登る場合は、 船林コースとなっている。もちろん、貝塚市そぶらから登ることも可能。また、口事の通り、車でのアクセスルートは充実しており、山頂付近まで乗り入れることができる。山頂付近には駐車場やトイレはあるが、売店は閉鎖されており、飲用の水も自動販売機もない。和歌山側からのアプローチは深い谷間からの急登が多いため、 利用する登山者も少ないようで踏み跡も朽ちたコースが多く、まさに苦行の体である。八大竜王社の付近を山頂とし、標高858メートルとすることが多い。しかし、八大竜王社の東方に865.7メートルの三角点があり、そちらを採用し、標高865.7メートルとすることもある。ハットなどに高尾神社とあり、 例年3回の祭日に使う祭器を収納する筆の箱書きにも高尾神社と牧書されており、土地の古老によれば本体の石祠にも高尾と掘られているとのことであるが、葛城の神社という名称は古い文献及び古文書の類では確認できない。おそらく江戸期の5箇所が明治に東葛城村と西葛城村とに分離統合され、 それぞれに尊者として、東西のカツの神社を構えたという経緯を誤解し、東西の村の僧者という位置づけから、単に、カツの神社と誤解したと考えられる。地元においても、カツ山の神社という呼称はあるが、カツの神社とは言わないようである。ただし、高尾神社という名称も、寛永年間の藩主岡部氏入部後における、カツ一言氏との開口端の成立以降と、 考えられ、それ以前及び通常は単に、八大流王者と言われていた形跡を、と原村ほったけ文書、桂木ら法千山さん一万覚書や、完成年間の、泉国寺社系内帳から推察することができる。ありがとうございます。